それじゃあ3回目やってくよ。実はちょっとペースが上がんないんで、編集をどうするか迷ってます。相変わらず J2 リーガーはいない。今度は日本人すらいない。さらによく使っているセルバンテスが来ちゃった。もう贅沢は言ってられないのでこいつを取ります。本当は違うマイナーズを使いたいんだけどね。おっと、怒ってますね。マジで日本人プレネー。突然ですがここで脱落者を発表します。申し訳ないが君は J1 には上がれない。もう少し枠があればな。せめて100人ほど枠があれば彼も契約満了まではいてもらいたかったんだが、まあ仕方ない。これも社会のルールだ。正直他にもいるんだが控えが少ないのでもうしばらく置いておこう。いつの間にか3位なんだが。優勝は無理でも昇格はあるんじゃないの。日本人未所属ばっか。こいつか。またまたいつも使っているプロコロフを取ります。今のスカウトじゃこのレベルしか連れてこれないのかね。
もう少し珍しいマイナーズを使いたかったよ。また日本人ダメだ。さすがに日本人が欲しいので探索に行ってもらいます。と思ったけどやめました。セルバンテス25歳はさすがの能力。報告のある J リーガーって絶対 J1 リーガーだよね。クボだった。実力はトップクラスなのになぜか取りやすい。まあ取れないけどね。サンフレッチェ J2 に落ちてくれ。またJリーガーかよ。めっちゃ欲しい。もうあとは国内選手が欲しいからね。探索力のあるスカウトに変えようか。J2 リーガー探してもらわないと。ぐ前半22分、クロン、ここへボールを持ちます。バンディッツ、ディフェンスが薄い、ここはチャンスです。そこは決めようよ。気温、湿度とも絶好のコンディション。
ここでメランドを取っておきます。実は取ったことはあるけど使ったことはないんだよね。2位は厳しいけどないこともない。17歳じゃこんなものか。もう J リーガーの報告やめて。どうせ J1 の選手だから。1年目に伊藤輝って初めて見た。まあ取れないんだけど。まさかの13位に負けてジエンド。全然惜しくもなんともなかったね。まあずっと初期面だけだったししゃあないか。もう少し早く合流してくれていればもしかすると。まあ後半戦のあの勢い見ると来年は優勝できそうかな。メランドも入るし、降格チームはおそらくレッズ、もう1チームは分かんないけど。その前に1月の新人獲得で誰か取れるかだね。下手したらみんなに断られる可能性もあるから、できれば2人くらいは取りたいんだけど。特に攻撃陣、ディフェンス陣は結構初期面含めて揃ってるからね。フォワードに1人でもいいからいい選手が欲しい。こんなところかな。一応外国籍の枠は埋まってるから、いい選手でないとフォワードでも使えないからね。できれば日本人のフォワードが新人で出てくれれば。と言っても使えそうな日本人フォワードは限られてくるけどね。やはりここは降格チームの日本人フォワードにオファーするしかないのかな。それでは今回はこの辺で。